こんにちは。はい、始まりました神尾&七星にいろいろ聞いてみようのコーナーです。では今回の質問は、はい、はい、お嬢からの質問です。 今日真逆の2人が来た感じですね。うまいね。全然うまいな。いやもうお嬢なんか露出絶対せえへん。いや分かりませんよ。どんどんちょっといろんな世界に踏み入れるかもしれない。お嬢とセクシー担当みたいな。セクシー担当。お嬢とセクシー担当。うん、いいですね。はい。いいですね。はい。はい、私からの質問は、うん、株式市場に、うん、まあ、AI の機能だったりとか、うん、AI トレーダーも増えてきたと思います。うん、はい。そんな AI トレーダー、まあ、人間よりも、まあ、スピーディーに物事判断したりとか計算ができる AI トレーダーが増えると、うんうんうん、まあ、人間トレーダーに勝ち目はあるのかっていう。確かに。うん、まあ、勝つとしたらどんなやり方がおすすめなのかとかまで聞けたらいいなって思います。うん、はい、うん、どうなんだろうね。将来的にはもうダメだと思うよ、基本的には。はい、だって AI っていうのがもう加速度的に爆発的に伸びていっているので、うんうん、基本的にはもう無理だと思うね。あ、で今 AI のトレードって基本的にはもう一瞬で鞘抜いてるような感じのトレードが多いと思う。多分、うん、だからそういう面で言うと、その超短期になると勝てないよね、人間は。もうそこの、あ、そうです、1秒間に何万回とできてるとかね、うん、じゃあもうそこは絶対勝てないですね。そうです、そうです。うん、でもそれを受け付けてる投資男がすごいねんけどね。その NEC すごい、すごい、すごい。もうその NEC やったっけ、リスやったっけ、うん、どっちからな。そうやね。だそこら辺の AI なしっていう風にしちゃえば別にいいことやねんけどね。そんなの1秒間に何万回も取引受け付けませんよみたいな風にしたらいいだけの話やからさ。うん、でも今の流れで言うと OK なんで、別に合法なんで、うん、負けていくと思います。 AI が高度化してほんまに人間みたいになっていくと、うん、じゃあ AI を使うことができる人間の勝ちみたいな感じになるんですかね、と僕は予想してますね。うん、AI トレーダー、AI の AI を変える人たち、作れる人たちが勝ち、結局。だからブリッジウォーターとかもワトソン君作ってた IBM の技術者を引き抜いてシステムを作ってるわけですよ。世界一のヘッジファンドね、うん、ブリッジウォーター。うん、だから結局人間、大きな視点で言うと人間では勝てなくなっていくと思います。その中でも勝っていける人はいると思いますよ、もちろん。うん、っていう感じかな。だからどうしたらいいのって話。あ、それはもう多分しょうがないと思うので、うん、でも、まあ、人間のトレーダー多分見てる方の中にもたくさんいると思いますし、神尾さんもその一人ですよね。人間ですよ。あ、人間ですよ。ちゃんと人間のトレーダーの一人だと。神尾さん AI な。バレた。未来からやってきた。こんにちは。いや、普通に人間の声やそれ。全然 AI っぽくしてくれへん。ボケようと思ってんけど、今日撮影時間長いんでちょっとワードが思い浮かばなかったんです。なるほどね、未来っぽいこと言おうと思って。全然言えてない、言えてない。普段の神尾寮。いや、でも人間のトレーダーがまだまだいっぱいいる中で、じゃあ人間のトレーダーってあとどれぐらい戦っていけるのか、はい、いずれは難しくなるでしょうけど。そうですね、まあ、今もうちょっと AI の今の最初の話すると、うん、あの今の AI っていわゆるビッグデータね、うん、投資家行動を全部分析して、次例えばもうすごい細かく言うとね、トランプ大統領はどういうツイッターを流したかを分析して買いか売りか決めてるんですよ、今の AI って。なのでもうそろそろ無理じゃない。と思いますよ。うん、で、まあ、例えばね、将棋の世界とか囲碁の世界とか、うん、チェスの世界ってもう人間ほぼ勝てないじゃないですか。うん、まあ囲碁が最後の取り出って言われたけど最近負けたもんね。負けてます ね、うん、そうですね。将棋チェスはもうほぼ勝てないぐらいのね、うん、AI できてるってことは、投資も言うたよう似たもんです。よう似たもんっていうか、うん、やることは売りか買いを判断するだけなんで、うん、もうそのうち勝てなくはないですよね。うん、ずっとできんのよ、うん、AI って。その投資の僕たちが過去に遡ってチャートを見て、うん、ほんでその後どうなったか検証してとかいう、その経験値をめちゃめちゃ
同時進行で24時間365日電力がある限りずっとできるわけ、うん、勝てないでしょ普通に考えたら ね、 うん、じゃあこれから先ってその投資して勝てていく人たちっていうのはその AI を購入できる富裕層の方ってことなんですか。ただその今の現時点の AI でいうと超優れたコンピューターって全まあほぼ全 AI 同じ判断するのね、うん、だからそこを先読みができるんです、うん、こういう時売ってくるっていうあの AI を売ってくるって読みさえすればそれより先に売り入れとけば儲けれるし、うん、こういう時 AI 買うって言ったら優秀な AI は全部同じ判断するから、うん、その前に買っとけば儲かるんです。だからまだ全然いける、うんうん、だから結局はそれが加速していくとみんなが同じ判断するから、うん、その優劣がなくなって競争がなくなっちゃうっていう話もありますよね。へ、うん、最近 の、 そのすごい2月2日乱高下とか AI が結局みんな同じ判断したから大暴落したんですよね、うん、リーマンショックよりはるかに大きいな。じゃあある意味極端になっちゃ う、 そう、 もう今すごい極端になってるのは AI が優秀な AI がみんな同じ判断するからってことですね、うんうん、優秀な AI イコールでっかい資金持ってるっていうことです、ね、そうそうそう。だから 今のヘッジファンドの話で言うと、うん、ヘッジファンドって昔はねその優秀な数学できた人を雇ってたんですよ、うん、チャートあの株価なんでね、うん、でもだんだん数学者では勝てないことが分かったので次心理学者雇ったうん、さっき僕が言ったようにメンタルが大事っていうのがあって、うん、でも今はもう心理学者じゃなくて工学者が取ってる、つまりプログラム作れる人、ねうん、をどんどん引き抜いている感じなんですね、うん、なのでもう間違いなく AI の時代来ますし、うん、まあ、まだでも言うてもまだ AI が本当に人間をはるかに超える判断の人間の脳より判断できるような時代はまだもうちょっと先なんでまだいけますけど、うん、そこまでだからねこの神尾 TV のメインのチャンネルでもやってますそこまでにお金を貯めてそうです AI を変えるようにならないと、うん、大変なことがあると。そうですね、稼ぐ力コーナーでそこは、うん、あの詳しくは見ていただきたいんですけれども、はい、うん、そこまでにまだ時間猶予があるのでまだ猶予があります、うん、まだまだ稼げると思ってます、うんうん。じゃあそれまでにある程度、まあ、元手というか資金を貯めるのがそうそうそう私たちのこの神尾 TV、うん、ドアの箱をねそうだねまあだいぶ壮大な感じに そういう海賊団ノアの箱舟、ね、ノアの箱舟、ね、知らんかったあそんなでかい地球規模の話に今思いついたそういうことだ。なるほど、ね、神尾海賊団名乗ってパーフェクトストームに立ち向かっていける、ね、AI というのはね、なるほどね、嵐を大雨を乗り越えるために、なるほどなるほど、船だったわけです、うん、もう乗船するかどうかはあなた次第ですそれまでに稼げるかどうかですよね。そういうことです、うんうん、なるほどなるほど、はい、うん、じゃあそんな感じで、うん、これからの神尾 TV 海賊団の大きな野望が見えたところで言い方まあこれからはそうやって、まあ、AI の進出も、うん、見越して自分のゴールだったりとか生き方を決めていかなければいけないねっていうことで今回の質問コーナー終わりたいと思います。あ、ちょっとあれそこだけすると多分ほんまにねこの2018年の後半ぐらいもう後半ですけど、うん、すっごい身近に AI いっぱい出てくるよ、うん、いろんなとこでもんでてきてるよね、うん、Google とかも、 もう AI のやつとか、まあ、もう Siri がいるしね、うん、そうですね、Siri だって AI ですからね、うん、あのスマートスピーカーもあんな AI ですから、そうですね、あ、うん、そこから始まりもういろんな職業が AI に置き換わっていくのが、うん、もうこの2020年ぐらいかけてまず第一弾来るんで、そうですね、もう身近なところに来ますね、うん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 、AI コーナーもそのうちやりたいですね。あ、いいですね、うん、AI Now みたいな、 AI Now 今ここまで来てるでみたいな、うん、ここまで迫ってるタイトルが古臭いけどほんまやほんまやついてきてないタイトルでいいや、 AI Now やりましょう。じゃあそんな AI の時代をどう生きるかはあなた次第ということで、はい、質問コーナーここまでとさせていただきます、はいはい、ちょっとでもこの先 AI の時代気になるなと思った方はこちらチャンネル登録よろしくお願いします。メルマガ配信こちらでやっております、よろしくお願いしま す、 お願いします。私とセクシーなアリーサにもメッセージお待ちしておりま す、 お願いします。こちらの下からよろしくお願いいたします。では質問コーナーありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。